ちょっと前に出した曲なんですけど、ちょうど1年くらい前かな、志っていう曲をリリースしてフューチャリング AK69 さんでフューチャリングの曲を出させてもらったんですけど、その曲がすごい久しぶりのリリースになったんですよ。でその当時本当に自分がこうフリーランスになって一人で活動していて、いろんなことがうまくいかなかったりとか、こうやりたいのにできないみたいなフラストレーションにすごく抑えつけられてたじゃないですけど、自由にしたいのにできないみたいな気持ちの中で思いっきり爆発させたんですよ。もうこれでもかってぐらいに、うるさいわっていうぐらいに爆発させた曲で、まあその言うたら刺さる人って少ないと思うんですよ。そういう爆発に至らない人間とかも多いと思うので、そのフラストレーション抱えていても爆発できない人とか、フラストレーション感じない人とか、まあなんか同じ立場にいる人は少ないのかなって思ったんですけど、自分の中では 100% 超自分に向き合えたんで、すごく好きですね。そこの部分実際歌ってもらうことって可能ですか？できないですよ。できない。もうだって言っといてもらえれば昨日とか発声練習してくんでやばい、それは音痴になっちゃう、めちゃくちゃダメですよ、ダメです。ちょっと逆に歌えるバースありますか？自分の曲じゃなくてもいいです。歌えるバース？自分がさっき話した影響を受けたアーティストのここのラインが好きだっていう部分で今歌えるところ。自分の曲でいいんですか？自分の曲じゃなくても大丈夫です。いや、わかっなうなう歌わなきゃダメなんですね。マジか。じゃあそれ歌います。それ目を覚まして I'm lost in the dark almost gave up のろしをくすぶってた魂をこのままでは引き下がれない、夢は頭から拭えない、火をつけるか消えるかなら、そこら中で吠え散らかして全ての苦しみを燃やして、yeah. Better to burn out than to fade away 見せてやるの today 男も女も関係ない、やるしかない、ここに立ったら燃え上がるの Everyday 志は